LINE はトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる投資戦士紹介チャレンジ、どうも小池です。アンバスダーのトエです。皆さんこちら見たことありますか？世界中、いや察しが良すぎる察しが良すぎる切り株のように見える人もいるかもしれないけど、じゃあこれ見て、これでっかい、そうすげえ。これはですね、火山とその火口を映したものと言われてるんやけども、うん、でこれ明らかに木の根っこのような形してる。これはですね、実は都市伝説の中には、はい、この地球には山や森は存在しないという巨木伝説があるんよね。まあ、以前小安さでも取り上げたんですが、こちらね、超巨大樹の痕跡ということで、巨大樹ユグドラシルを追い求めて、まあ、75万人の方が見てくれたわけなんですよ。すごいね。でこちら見てください。これデビルスタワーって言われてるんですけども、まあ、ワイオミング州にある、まあ、有名なね、この切り株のような形をしたタワーなわけなんですよ。ちょっと遠目で見たらさ、ヨドバシカメラ感あんねんな。いやまあ分からんことはないちょっとヨドバシ感あるね。丸い緑に囲まれて、囲まれとんなこれ。そういう感じなんやけど、側面にいくつも走るこの柱状節理と呼ばれる縦の切れ目とね、クヌギなどで見られるものすごい似てるから、似てるな、聞いちゃうんかと。やっぱ世界中か。うん、で他にもこのような巨木のようなものは存在しておりまして、はい、ベネズエラにあるギアナ高地には、はい、おお見てこれ、 2000m クラスの巨木らしき山が、すごいすごい、なんで100個以上もあるらしい。めっちゃあるやん。でその一つがこれ、アウヤンテプイ、うん、でかいね。いやこれはさ、ちょっと説明つかへんよな。いやほんまに、まあ、山の頂上にある断面のようなこの平らの部分はですね、大きさどれぐらいだと皆さん思ってます？どれぐらいかな。東京ドーム2個分ぐらい。東京23区。東京ドーム2個なんかちゃう、東京23区そのものが入ってまうんよ。やば、その700平方キロメートルもあると。すごいね。家やったら豪邸やね誰が住めんのそれ。掃除大変すぎるやん。ルンバの負担でかすぎる。いや一台にやらずらでまたこちらのアウトラさんは神聖な場所と言われておりまして、なんと命の木と呼ばれてるんですよ。ああ、ほう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 、はあ、じゃあもう木ってことはもう言われちゃってんのな、地元ではね。もう山ではなくな。そう、うん、でまるで巨大な切り株のような謎の山が世界中に様々存在してるわけなんですけど、これなんでな、これらは私本当に山なのかと、うん、この真相を知りたく小安田藩は謎を究明した結果、うん、今までの常識が覆る結果が分かってしまいました。いやいやいや、またまたまた、ほんまに、はい、洪水と巨木。皆さん世界遺産といえば何を思い浮かべますかね。まあ、最近小安田に人気なのはやっぱマチュピチュとか、遺跡な、ピラミッドとか、うんうん、サグラダファミリアとか、うんうん、まあ、日本やったらね、姫路城とか、うん、屋久島とか、ああそうな、屋久杉があるね、うん、国内から25件世界遺産として登録されてるわけなんですよ、うん、はいはいはい。世界遺産への登録は地球の生成や人類の歴史によって生み出され、未来の世代引き継いでいくべき遺産がユネスコによって選ばれてるんですよね。でどの世界遺産も歴史的に非常に今価値があるもので、実はそんな遺産の中に入っていない地球史を語る上でとても重要なものがあるんですよね。なんすか？それが大洪水、うん、大洪水、はい。で世界中の神話の多くには大洪水の伝説が残ってるというのは、まあ、僕らもよく話してますけど、うん、いわゆるノアの箱舟ですよね、うん、旧約聖書にも書かれてるわけなんですけど、うん、まあ、実は何個が来るんや、何個が来るのかも。今ちょっとあの撮影中にねブー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 なっとったから、誰の携帯かなと思って僕も携帯投げたりしてたんやけど、うん、誰も鳴ってないっていう。怖っ。まあ、というわけでバイブの洪水に襲われてる小安田なわけだ。バイブって言うな。バイブの洪水はちょっとやらしい感じになんねん。そうですね、ほんまに。思いついたと思ったんですけどね、実際にグランドキャニオン、グランドキャニオンはですね、あのちょっと空気戻してもらっていいですか皆さん。あのちょっと笑い疲れてる、ちょっとスタッフもみんなメロメロ爆笑してるやけど、どうなってるやん、うちの職場は。あんたら言うてんねん、びっくりしたわ。実際にグランドキャニオンでは過去海岸線から遠く海でもなかった地層から海洋生物の化石が発見されたことをね、洪水地質学者のケン・ハムさんによって研究が行われたんよ。おお、ハムが好きなんですよ。やめろ。グランドキャニオンでは過去に大洪水があり、降水の水があったと、うん、さらにグランドキャニオンの地層はこれもう何千何万かけたものじゃなくて、うん、一瞬にできたものだよっていうことが言われてるから津波があったってことが言われるわけなんですけども、うん、大洪水の他にもう一つ神話には絶対登場するものがあるんよ。何？それがビッグツリー。おお、巨木。見てください。こちら、うん、シュメール神話に登場するキスカヌ。この木は天に届いて星々を咲かせていたとされるほどの巨大な木。すごいね、星を咲かしてるから。すごいでかいってことやな。そうよ、うん、他には中国神話の不祖と呼ばれる巨大樹は宇宙樹って言われとる。で幹の大きさが2000人ほどの人々が手をつないで囲むような太さを持つとも言われてると、うん、
で、さらに木は通常、まあ、根は下に伸びますよね。そうだね。枝は上に伸びていきますよね。当たり前。しかしですね、ヒンドゥー神話のアシュバッタの根は上に伸び、うん、枝が地面へと伸びると。不思議や。で、どん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 横へ広がっていくと。で、これ実はですね、今の我々の世界にも関係してるんですよ、うん、上の根の部分は天界、うん、下の部分は物質世界、うん、まあ、つまり世界を作っている木があるってことを言うとる、うん、すごいね。すごいね。で、これらも世界を支えているほどの大きさを誇る北欧神話といえば、やはりユグドラシル。世界中。そう。このように神話に出てくる巨木は世界樹と言われておりまして、うん、まあ、ワールドツリーなわけなんですよ。世界で一本の大樹が成り立っているという概念が描かれているケースがほとんどなのですが、うん、実は大洪水に限らず、世界を支えた巨木もかつて実在していたんですよね。はいはい。で、この太古の昔から世界に残された大洪水巨木の伝説こそ、本物の世界遺産やと。そう考える考古学の研究者もおるんよ、うん、じゃあその世界遺産で何が読み解けるのか。おお、教えて。世界の本当の支配者。ん、まあ、我々人類が地球の支配者やと思い込んでませんか。え、そうじゃないの。違うんです。え、なんで。古代から地球っていうのは植物に占められてるんよ。占められてる。ほう。まあ、実際地球上の生物の中で多細胞生物の 99.7% は植物が占めており。ああ、割合ね。そう、うん、人類や他全ての動物が占める割合は 0.3% にしか満たない、はい、つまり植物から見れば我々はちっぽけな存在なんですよね。うん、なるほど。で、実際に数だけ見れば地球は植物が支配している生態系と言っても過言じゃないと。なるほど、理解した。で、植物は動物よりも地球に環境に適応し反映してると、うん、で、実際にその証拠がある文献が実はあるんですよね。何？それがボイニッチ手工。おい、未だに謎大きい。ボイニッチ手工とは1912年イタリアで発見された古文書なわけなんですが、うん、世界中のどの言語でもない、さらにどの文明にもよらない不思議な文字が書かれて100年にわたって解読されていないと、はい、ただしですね、まあ天才がよく現れるニチャ、ここにですね、ボイニッチ手工が読めるという人物が現れまして、うん、内容を一部解読したと。あ、その人物曰く、ボイニッチ手工の中には食われていたのは人間の方と。見てください、この挿絵。食われてます。食われてるようにも見えないな。まあ、日本にもですね、年間8万人の行方不明者が出ていまして、はい、まあ、世界中こういう行方不明者ってのは出てるんですけど、うん、みんなどこ行ってるのか。どこ行ってる。植物に食われてるんですよ。嘘やろ。残念ながら真実なんです。この緑色の液体に使っている女性は植物に生命力を奪われていることを表していると。女性はまあやはり子供を産むね、まあ、パワーを持っておりますから、うん、生命力の量が男性よりも明らかに多いと、うん、だから栄養分にされやすいとされてるんですよね。そうなんで、またこの生命力を吸い取られる際には、うん、とんでもない快楽を得れるそうなんですよ。へー。人間自ら進んで緑の液体に浸かりに行くとも言われてる。怖っ。なんか餌におびき寄せられてね、食べられちゃう食虫植物みたいな。そうです。ことですよね。そう、うん、さらに人間は最後に自然界の植物から復讐されて消えるという恐ろしい内容も書かれてるそうで、うん、怖っ。まあ、我々が邪念樹とか魔界のオジギソウの餌食になる日は近いのかもしれません。誘惑やん。まあ、ボイニッチ手工と言いますと平行世界のような書物だと言われてるんですけども、その世界では植物が人間よりも明らかに上位に位置づけられてると、うん、で、実際に現在の文明も植物によって動かされる局面は歴史の各所にあるんですよね。あ、そう。人間にとって、まあ、やはり必要な衣食住の中の食は食物連鎖の一番下にいながら、この食物を絶やした瞬間に人間は滅びてしまうわけじゃないですか、うん。まあ、つまり食すらこの植物に頼りまくってるわけなんですよ。お、そうやな。そう。他にも森林が伐採されることによって二酸化炭素が増え地球温暖化につながり人間は局面にさらされてると。でも森林伐採したかって森林は山ほどあるんよ。あるな。植物は絶滅する前に人間が絶滅してしまうんよ。やば。他にも多くの人が口に入れるこのお茶とかコーヒーとか紅茶とかめちゃくちゃ飲むよ。カフェインが含まれてると、うん、で、この覚醒作用がですね人間に習慣性や依存症を植え付けてるっていう説もあるんですよね。あ、怖い怖い。そう、実際カフェイン中毒もありますから。いや、俺結構そうかもな。で、人間を中毒に貶める麻薬もその大元は大麻やキシなどほとんどが植物と。だから植物というのはやっぱ危険なものも多いんですよ。いや、そう言われたらそうやわ。まあ、実際植物には意志があると言われてるんですよ、うんうん、例えばキュウリ絶叫してるらしいです。我々にはなぜ聞こえないのか、うん、周波数が違うかららしい、うん、でもキュウリは常に絶叫してるらしいんですよ。だから特定の動物はキュウリを見たら逃げるってこともあるらしいんですよね。へー。で、実際、まあ、植物の中には意図的に人を操ってるやつがいるんじゃないのかとか言われたりとか、うん、まあ、実際に意志を持ってるやつがおるんじゃないのかとか言われるんやけど、それがですねボキラ。ボキラ、こ
これね、とあるツタの生態が研究者たちに衝撃を与えたんよ、うん、この V がこのボキラなわけで、うん、ないけど、この T が宿主なんよ。え、すごくない？ボキラはツタなので宿主となる他の植物に絡まって生息するんやけど、うん、その際に宿主と同じ姿に擬態してるんや。怖っ、すごくない？擬態って結構すごくて、うん、虫とかカエルとかカメレオンとかすごいよくやっとるやん。やっとるな。虫には、まあ、やっぱり視覚があり脳があると、うん、でその機能を使ってこの宿主の形と色を認識、天敵から逃れるために目的のもと擬態するって言われるんやけど、うん、このボキラは植物やから脳とかないんよ、視覚も。そうやな。でも擬態できてまうんよ。どういう理屈これ？そうなんよ、うん。でまた虫のように天敵から本来逃げる必要ないから、うん、何のために擬態してるかも分からへんのよね、うんうん、ぜひこれ見てほしいんやけど、うん、何これ。こちらの画像はクラウンシャイネス現象と言われていて、うん、多くの樹木が同時期に成長した場合、葉っぱなどが重なり合うことなく空間を分け合ってる様子なんよね。確かにそうだよね。そう、まあ、日本でもこれ樹冠の遠慮って言われてるんよ。いやこれすごいね、見事やな。木使い合ってるんよね。木だけに。そう、そんな現象も1920年代から科学者により議論されてるんやけど、いま、うん、だにその理由は分からへん。これは話し合っとんな。そう、ちょっともうちょっと俺成長するから、そっちちょっと右に避けといてくれるみたいな。押さえといてって。うん、皆さんも聞いたことありませんかね、お花を育てるときに綺麗だねとか言うと、まあ、綺麗に咲くと。それ有名やな。そう、うん、でなやお前みたいな感じでやかってると花も枯れていくみたいなことが言われるわけなんですけど、葉っぱにですね、虫がかじる音を聞かせただけで、うん、なんと苦味が強くなったりとか、そういう実験結果もあるんですよ、うん、で植物に麻酔を打ったら眠ってしまったっていう記録もあるよね。どうやって眠ってることが分かるの？光合成してるかしてへんかとかある。あ、そうなの？そうそうそう。へえ。他にもオジギソウは手などで触ると葉っぱが閉じるんですけど、うん、刺激を覚えて記憶ができるからってことも言われてるんよね。はあ。脳や神経を持たない植物がどのように自身が切りつけられたことを感じるのか分かってないことがあまりにも多いと。なるほどね。だから最近科学者の中では植物は知性を持ってるんじゃないのかと。いや持ってそうやな。知性あるとしても一体どうやって情報処理してるんだと、うん、やっぱ我々は目で見たものを脳で感じ取ってなんかアウトプットしたりするわけなんですけど、うんうん、植物たちには実は秘密のネットワークがあるんですよね。何？これですね、実は植物たちの地下に巡らされた根のネットワーク。根のネットワーク、これすごいんよ、うん、根のネットワークで地上の変化を情報共有してることが実際分かってきてるんよね。ほんまに？そう、30年間森を研究してきたカナダの生態学者スザンヌ・シマード氏が行った実験によると、ある苗木に炭素13、離れた別の苗木に炭素14という、まあ、それぞれ別のガスを充満させた袋をかぶせたんですよね、うん、で互いの影響を調べたと。するとなんと互いの炭素が交換されて混ざり合ってることが分かったんですよ。え、すごいと。すごいな。でさらに日陰の木が日当たりのいい木から良質の炭素を多く分け与えとなってるとか。え、エネルギー分けれるんや。そう、だから助け合って言ってるんよ彼らは、うんうん、でさらにこの地中のネットワークから遮断された木をも作ってみたんやけど、うん、そしたら害虫発生の場所とか気候変動の情報を知らされず弱っていくらしいんよ。へー。でシマード氏によると、木々は地中の炭素、窒素、リン、水などの様々な化学物質を用いてどうやら錬金術を行ってるらしいんですよね。錬金術？あの鋼の位置はね、人体蘇生のね。そう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 、うん、まあ実際錬金術はしてないんですけど、うん、独自の言語を作り会話してるらしいんよ。やっぱり植物って会話できるらしいから、すごいな。うん。で地下にびっしり張り巡された植物の根の姿はまるでインターネット網のようで、ウッドワイドウェブ WWW、ね、と言われてる、うんうん、そのネットワークの広大さは人間たちが気づいたものの比ではないって言われてるんよね。そりゃそうだな。もし世界中の植物が一つのネットワークでつながっているとするならば、うん、その情報を蓄積するには巨大なサーバーが必要なわけじゃないですか。確かに。その巨大なサーバーこそ世界中なんです。すごいな、誘導らしいって。そう、世界は一本の大樹で成り立ってると、まあ、言われてるわけですから、古代でその役割になっていたのが巨大な世界樹であり、植物が地球を支配していたと。現在のように地球温暖化が進んでいるのはこのボイニッチ諸行にあるように、人間は最後に自然界の植物から復讐されて消える、そういう運命に我々人類は今向かってしまっているのかもしれません。なるほど。まあ、ちなみにですね、うん、この間こやさないとね、やったわけなんですけども、やりましたね。まあ、その時に楽屋でマスターと世界樹の話をしてたわけなんですよ。楽屋で世界樹の話するどんなんやねん。そしたら、うん、マスターが突然、うん、知ってますか、トウヤさん、世界樹ってどこへ消えたんでしょうって
え、なんか知ってるんですか、うんうん、聞いたら、うん、それはまた別の機会で。そうなんだってことを言われてしまったんで。知ってるんだ。あの次マスター来たら僕聞きたいと思ってるんです。え、これめっちゃおもろいね。というわけで皆さんね、もしねマスターに話聞いてほしいよっていう人おったら、ちょっと高評価のほどよろしくお願いします。それでは本日の話は以上となります。どうですか小池さん、推し世界樹は。世界樹って言ったらもう世界樹の歯って言ってもドラクエでも生き返るアイテムあるんですけど、それにすごいお世話になったのでそういうイメージしかないんですけど、あとはあの一番好きなあのバンプオブチキンのアルバムの名前がユグドラシルなんで、そういうところから知ってますみたいな知識じゃないですか。僕今いい気が流れてますね。それでは本日の鳥肌スコアは111、いい気ですね。本日の鳥肌ポイントはやっぱりですね、根のネットワーク、根が大事ということですね。皆さんも地に足をつけていきましょう。それではこのね、我々人類というのはもう700万年以上かけて現在の文明を築き上げたとは言われてるんですけども、その中で数々の人種や文化が生まれも時には世界大戦など残酷ともいえる歴史的な出来事もたくさん起きてきましたが、実はですね、それら全ては人類ではない何者か、つまり宇宙人にコントロールされていたのではないかという説があるんですね。コントロール、そう、地球の未来や銀河の未来を危惧するブリロンはこの後地球に訪れる新時代の予言をしているんですよ。 UFO は宇宙船ではなく実はタイムマシンだ、エイリアンは未来の人類の姿だってことを言ってますよね。実はロズウェル事件によって回収された UFO とエイリアンを研究していたアメリカ国家安全保障局の元高官がとんでもないことを暴露してるんですよ。何？なんと調査したエイリアンの遺伝子は僕たち人類と同じ人かだって。